やあ、せつなケース来たよ。今回もベルとお菓子の家やっていきたいと思います。あ、大小動物編とかあるんじゃこれ。大小か、第何章まであるかもしわからんけど、動物が関係するストーリーね。まあここで終わったけど、そうなんだろうなって感覚。豚、人懐っこい雰囲気の、あ、豚じゃないわよう見たら犬だねこれ雰囲気の子犬だ、飼い犬だろうか。色合いが豚やもんこれ確か家畜として飼われていることが多い種類の鶏だ。家畜ね、家畜の何やったっけ。まあ、いや、ノウサギが楽しそうに飛び跳ねている。楽しそうには見えんけどな野良猫のようだ。説明短いな、他の3匹と比べたら。なんかやるら、なんか冷遇されてる。なんか始まった。何がどうなっているのかわからないが、じっとしていても仕方がない。後ろが塞がれている以上、前に進むしかないな。そういうことさ、前に進もう。ん？何やろ。ん？え？だ、何お前、何お前さ、ケチャップ荒らしとんな。え、マリアさんに怒られるぞ、お前。マリアさん、そういうの、汚したらすごい掃除が大変って言うて怒るぞ。やめとけ、お前。わ、お前らも。何お前ら4匹で、ケチャップ散らかしとんだな、お前。俺が掃除しなあかんようになるんちゃうんか。何の冗談だ、これは。何これ。あ、そうか、そうか。このゲームね、ストーリー進むんと、ミニゲームと繰り返して、交互に繰り返してどんどん進んでいくゲームらしくて、このミニゲームの、ちょっと内容によっても、エンディングが変わるらしいです。ルール説明。追ってくる動物たちからひたすら逃げてください。動物に触れるとハンスの精神値、かっこ右上の数値、かっこ閉じが減っていき、ゼロになるとゲームオーバーになります。地面の割れ目は決定キーで飛び越えることができます。注意マーク、飛び越せるのは4マスまでなんかちょっとバイオハザードっぽくなってきまったんやけど、このゲーム。そんなゲームだったんじゃ。要するに、あー、セーブさせてくれるんじゃ。このセーブが始まったらもう完全にスタートなんじゃな。気をつけろ、スタート。あっ、早い早い、お前ら、はい、お前らはマジブセしとるし、マジブセしとるやつおるしあ、ここでジャンプか。オッケー、いいよ。あ、キョル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 。あ、お、あ、こっちだ。おっとっとっと。よし、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 あ、って、ひぃバシー言うたら、めっちゃ、あ、で、めっちゃ音でかいやん。よいしょ、よし、いけるぞ、これいけるぞ。どこもか、どこまでがゴールか知らんけど。あ、って、じゃあ、一瞬で、最後、排水の陣で来たぞ全員で攻撃してきた。タコ殴りにされたよえげつない動物やの。これをしたらまた始まるんですよ。えっ、ひぃひぃ、おおおおおバシって、マジやもん。あ、マジやもん、これ。こいつらマジやもん。もうマジでやる気や、こいつら。ああいい、最後のバシ、最後のバシなんかいらんだろう最後のバシいるなんかもうゼロになって後にさ、一回バシってきたよね。オーバーキルやん。くそ、これ難しいな。下手すりゃこのパートだけで、このパートここだけで終わってしまうかもしれんぐらい。あつ、よいしょ、よいしょ、ジャンプ。ここ行って、まっすぐまっすぐ行って、ここまっすぐ、この辺で、あっ、そうだ、ここ上行かなあかんのか。覚えとかな。こう行って、こう行って、あっ、ひぃ、敵が、敵と当たりにくい場所っても覚えとかなあかんとこなんやけど、覚えれるかもゲーって話よね。そろそろ、来た、あっ、あここ詰まったら絶対全員殴った、粉殴りされるんだ。やばいやばいやばい。これ、あー、やばいぞ。とにかくやばいぞ。相手早いもんな。相手、まあでもね、こんな T ウイルスの開発とか、そういう類のウイルスの開発でもしょんかな。魔法使えやって話やけど。
薬品作ってる。え、よいしょ、よいしょ、じゃあだがここは綺麗に素通り。あ、ゴール敵だ、よかったー。んとはいえまあ時間結構かかった感はあるよね。なんなんだこれは。なにこれ。なにこれ、いや、ジャム。いちごジャム。なんか着てる。なんか知らんとこ着てますぜ、魔女めなんてこと。どっからか歌声が聞こえる、聞こえる、あ、聞こえるわ、聞こえるわ。病んでる人がいる。いや、え、ちょっとなんでさ、こっからこっちから話しかけたのにわざわざ回り込んのこれ。少女は歌いながら小動物の死体に刃物を突き立てている。うわー、もうこれ精神的に病んでる女の子だ。血だまりに浮かぶ獅子はバラバラに切断されていて、元が何の動物だったのかはっきりしない。お前は誰だ。マリア、マリア・マグダレーネ。マリアさん、あんたが、なんだと。ブリーチか、ブリーチの時のなんだとやこれ。ハウスなんか死神大工とかやりよったんかな。なんか出てきた、なんか本があるね。消えた。少女のいた場所に一冊の本が落ちている。なんだこれ、古い日記帳が落ちている。日記帳か。マリア・マグダレーネの日記、9歳。最後に9歳ってつけるあたりがなんかさ、子供っぽいところがあるよね。読む読む。ハンスは結構さ、幼女好きなんです。ロリコンなんです。あ、俺がロリコンじゃないよ。ハンスがロリコンなのね。バツバツ月、バツバツ日記。今日はウサギを殺した。耳を削いでから片目を取った時にちょっと引っかかれた。頭に来たからすぐに殺さないで体の端から少しずつ切り落としていった。だけどあんまり楽しくなかった。最近小さい動物には飽きてきちゃったみたい。バツバツ月、バツバツ日、おばあちゃんから面白い話を聞いた。長相って言って、昔は死んだ人を鳥に食べさせていたんだって。いいな、私も食べてみたい。バツバツ月、バツバツ日、隣のお家に赤ちゃんが生まれた。クソ野郎め、すごくかわいい女の子、丸くてほっぺたがもちもちしてるの。抱っこしたら柔らかくてぐにゃぐにゃで、腕なんか簡単に引きちぎれそうだった。赤ちゃんのお肉っておいしいのかな。食うこと前提で話してるねこれ。ダメだねこれ。また声が、これ赤ちゃんの声か。日記が、まだ日記ある。あ、ちょちょちょ、え、あ、ちゃうちゃう、これこれ一緒かこれ。うん、あ、こっちだよ。大きいやん、夜の声。あ、え、この暖炉の中？なんで暖炉こんなところあるの？こっちじゃ、この中じゃ。暖炉の奥から赤ん坊の鳴き声がする。暖炉の中は果てしなく広く、声の主はどこにも見えない。
奥の方にかすかに光が見える。中に入りますか？はい、入ります。赤ん坊がおるんじゃ。よう入れるな、こんな暖炉に。え？ちょっと待って、何これ。どこでもドア入ったんか。なんか暖炉の中に入ってダンジョンみたいなところに着きましたよ。暖炉の中に入ってダンジョンですよ。暖炉ジョンですよ。意味わからんけどね。一番意味わからんのは俺のいいことやけど。これは家の中か？マルガレーテ、どこに、ここにいるのか。じゃあとりあえず進んでいくけど、え、あれがマルガリーテってことないような。誰これ。腹部を裂かれた少女が横たわっている。ごめんね、遊んであげたいけどお腹の中空っぽで、中身は全部魔女に食べられちゃったから。君じゃないの？私を呼んだのは。誰？え、魔女にお腹の中取られた。魔女、そんな研究せんでいいやろ。日用雑貨を詰め込まれている。日用雑貨、なんか女の子おるよ。足ブランブランしてるギャルがいるよ。あ、少年なんこれ。少年の頭部の上半身、上半、上半分がない。ジロジロ見ないでよ。あ、すいません、すいません、見るつもりなかったんですけど。やだな、恥ずかしいな。遊びたい気分じゃないんだ。他を渡ってよ。はい。いや、俺やって遊ぶつもりでここ来たんちゃうわ。あ、これあれなんだな、ポニーテールかと思ったら、チーなんこれ。血が流れてきたんじゃ。魔女何してんの。病んでる子がまた出てきた。少年の背中、あ、少年、これ少年か。これも女の子に見えたけど。少年の背中には、深々とナイフが突き刺されている。なんかの的にされてますぜ。あれ、君、どっかで会ったことない？ないわ、お前。ナイフの刺さった少年なんか見たことないわ。あるか、ボケ。あるわけないやろ。あったらもう110番じゃ。110番、119番。ガキの知り合いなど、いない。なんだよ。そんな言い方しなくたっていいだろ。怖いな。僕は、ここにいたいんだよ。遊びたいんなら、暖炉の部屋に行けば、ヘンゼルとグレーテルがいるじゃない。何？誰がいるって？少年は絵を描き続けている。ヘンゼルとグレーテルおるんじゃ。ここに。画集、バルプルギス、ザーフェンバッヒャ、読みにくい。戦争を経験したバルプルギスが昨年でいい晩年土地わからんけどに書いた、悲しみと怒りに満ちた絵画のみを厳選。悲しさってこんなもんでしたっけ。人間の悲しさってこんな表現するんでしたっけ。もう怒りとか怖、恐怖を激変化したとか、そういう絵じゃない。苦痛じゃわ、見よるこっちが苦痛じゃわ。そりゃこんな絵の何がいいんだろうな。同感。こんなんに10万とかしてみ。バカみたい。多分俺の描いた絵の方がさ、まだ高く売れそうな気がする。残酷な童話や魔女が悪役として登場する小説ばかりが並んでいる。魔女が魔女を読むやね。うん、見なかった子にしよう今のは。これは最後のは見なかった子にしよう、うん、なんか向こうで泣きよる女の子がおるけど、あれ、ここスタート地点で向こうのやつ、なんかいつもにか女の子出てきとんやけど。まあいいか、とりあえずさっきこっちやな。
なんかの間違いや。いやー、なんかの間違いだと思うよ。モアイ像と見間違えたんじゃ。なんか変な人間の頭、でっかい頭があるとは。それはない。モアイ像と見間違えたんじゃ。モアイ像じゃ。次入ったら多分モアイ像、ちゃんとモアイ像に見えると思う。いや、なんかの見間違いだと思うよな。なんかちょっと興味悪いかな。なんかちょっとグロい人の頭みたいなのに見えたけど、気のせい、気のせいよな。なにこいつ、なんなんこいつ、ちょっと喋れんの。めっちゃ気になるんやけど、こいつなんなん。まあ、アイテムだろ。目動いたし。お、何もお前目動かしとんだな。こっちを監視しとんでないか、バリバリ。もうちょっとやめてくれんな。こっち、ジロジロ面といてくれんな。なあ、ちょっとなあ、なあ、ちょっとやめてくれん。とりあえずアイテム取ろう。早く出ていこう、これ。大きな五角形の赤いピアスが片方だけ落ちている。片方だけ。これは、マルガレーテの。え？マルガレーテ、妹さんの？妹さん、ここに来たん。マルガレーテのピアスを手に入れた。あかんで、こんなところ来たらあかんで、妹さん。だいたいまだこいつ動きるよ。こいつ動くぞやもん。アムロレイやもん、こんな。もう出ていこう、出ていこう。今ちょっと目の形変わりましたぜ。目の形変わりましたぜ。あかん、もうここでセーブしよう。よっしゃー、今回はこの辺じゃー。貴重品の方に入ってるピアス、ハンスと片方ずつ分け合ったものなんだよ。あ、だから片方なんだよな。てか片方ハンス元やな。オッケー。じゃあとりあえず今回はここら辺にしときおります。ご視聴ありがとうございました。週明け。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。